失礼します。林さん、その写真の男、分かりました。久しぶりですね、江田さん。てめえ八丁会の看板なんだと思ってんだ。死にたくなけりゃ岩崎の柄持ってこい。はい。あの宗像って男調べろ。はい。ビルドアップの太田をやったのは宗像で間違いないですね。烈士会か。くっそー、殺すの野郎。東洋会が相手となりゃうちの中でも手柄は手柄。頭のクロス出し抜くには多少のリスクは必要だろう。仕事はこの二人を誘拐することだ。誰なのこの二人。東洋会の会長夫人と孫だ。分かった。この店にバーさんが孫と来てるってなかなかの英才教育だ。やっぱええとこの子はええ育ちしてるんやな。あんちゃん、横浜の不良と因縁なんてあったよな。俺はあんちゃんついてくだけや。乗ってみるか。こいつら動かしてたのが猪俣のとこにいた岩崎という男です。先月破門にしました。破門にしたから関係ないということですか。万が一のことがあったらどうすんだよ。八王会とは関係のない一件だ。お悔やみ申し上げるしかないでしょう。